タルトです。今日は山形県といえばというといろんな方に聞いた山寺というところにやってきました。山形と言われているんですが、正式名称は立石寺というお寺で名称にもなっています。今からここ結構見えますか、皆さん看板の横登山口ってなってるんですけど、結構歩くみたいなんですけど気をつけて登っていきたいと思います。あと悪縁を切るって良縁が訪れるお寺ということで有名だそうなので、まあ、悪い縁はないんですけどいい縁をさらに取り込みたいと思います。はい、ということでまずはこの階段を登っていきたいと思います。全部で1000段以上の階段を登ったところにあるところでまたお願いをするといいらしいんですけど、まずはここがもう1000段あんのかな。登っていきます。まだ全然1000段なさそうなんで、奥の院っていうところまでが多分1000何段かあるので、本当に結構今はそこしか見えてないんですけど、結構広い敷地でいろんな、なんかお堂っていうのかな、建物があるみたいなんでいっぱい巡っていきたいと思います。立石寺本堂、まずは本堂だ。これ登山口まで 100m って書いてあるから、まだここはあれなんか、こっから奥が結構山道なのかな。今中道でお祈りお参りをしてきました。ここから登山道がもうちょっと行ったら始まるみたいです。不滅の法灯もありました。1200年消えてない木を見れました。ご神木大きい。かわいい。亀の甲羅石、小銭に名前を書いて備えおくと願いが叶う。名前を書きました。いちごタルトです。場所によってちょっと変わるんだね。構図、体格、財宝も発展もいいけどやっぱ達成かな。それで投げるかな、これね、やってみる。宝物殿もあるんだ。配管料は安い。松尾芭蕉さんがいた銅像が俳句と岩に染み入る蝉の声をここで読んだんですね。お弟子さんまで。クランボソフト。登山口の前まで来ました。あそこからなんか門があって、あそこから登るみたいです。こっちにマップがあるけどめっちゃ広い。広い。今がここで、ここから線路があるのかな。で、あそこの奥の院に向かいます。見どころとかも結構あるみたいなので、それもお伝えできればいいなと思います。入ってきます。昔から石段を1や2段と登ることにより煩悩が消滅すると信仰されている修行の霊山、修行をしていきます。ちっちゃい祠みたいなのがいっぱい。灯籠か。
森に囲まれてすごい神秘的なマイナスイオンを感じます。スーパード今はちょっと工事中、昔はここに服を脱いで収めて登って修行してたそうです。すごい中のお地蔵さん、結構怖い顔してる。ウバか、おばあちゃんか。まだ270段しか来てない。あと730余りです。マスクしてるし登山以上にしんどいです。なんかずっと階段だし、でも修行だと思って。上は景色もいいらしいので、あと行くだけ片道1時間ぐらいかかるらしいので、気合を入れて歩いていきたいと思います。さっきからこういう岩が削られてるところがあるんだけど、何なんだろう。すごい反り立つ壁みたい。木もすごい横伝いに生えてるのかな。セミ塚、あと芭蕉さんのあの句を、ここの塚、ここに埋められてるんだ。すごい。ここにも門が見えてきた。ここまで結構大変でした。まだ半分ぐらいしか来てないけど、しんどい。今は整備されとるでいいけど、昔の人はもっと山道だったと思うと、どれぐらいかかってたんだろう。でもすごい壮大で、なんか神秘的なインスピレーションを感じます。国内まで右へあと5分。景色のいいとこが五大堂みたいで、そっちは左みたいです。どっちから行くのがいいのかな。綺麗、ここの景色。結構登ってきたんだ、意外と。到着。ここは何だろう。これが階段道かな。で、五大道の方に向かっていきます。もうすごい。映えだ。だいぶ結構風があって涼しい。そうか、こっちからの眺めのがすごいかも。なんであんな穴が開いてんだろう。素敵な眺めでした。今から奥の院の方に行きたいと思います。すごい、あそこなんだろう、橋でお堂みたいなのがある。怖い橋、多分入れないとは思うけど。すごい、ここの人は入るのかな。ああ、もう奥の院かな。あともうちょっとです。あれ、登山口から1000。余談、奥の院、ご苦労さまでした。この上が、そうですね、はい、参拝してきます。奥の院、奥の院、歴史がありそう。静けさや岩に染み入る蝉の声。行きました。結構長い道のりでした。降りてきました。駅も近いんだ。ということで今日は通称山寺立石寺を登ってきました。
すごい森の中は、あの松尾芭蕉さんが言ってたようにセミの鳴き声がすごいして、暑い夏なのにすごいひんやりしてて、なんか不思議な感じで、なんか荘厳な感じもしてすごい楽しかったです。荘厳って書いてあったんですけど、結構スカートのカップルの女の子とか、あとちっちゃい子とかも登ってたので、そんな気合い入れて登らなくてもよかったです。なんかすごい結構遠くて大変だったんですけど、すごい景色が見れてよかったです。人が多かったんであんまりいい風に撮れてないんじゃないかなって思うんですけど、また気になった方はぜひ遊びに来てみてください。ということで以上、ジョータートでした。今回も最後まで見てくれてありがとう。はい、うん、楽しみです。